アウロスを持つエウテルペイアウロスは古代イギリシアの日本館、主にダブルリードの木管楽器である。しばしばフルートと語訳される。考古学的にはクラリネットのようなシングルリードのものも見つかっているが、通常はオーボエのようなダブルリードの楽器である。共鳴管が根元から二本に分かれ、左右の手でそれぞれ操作する。貴族なら誰でも趣味として足しなんだリラとは異なり。 アウロスは主に職業演奏者のもので、彼らはしばしば奴隷であった。ギリシアの宴会には女性アウロス演奏者が付き物で、アウロス演奏者は男女問わず売春婦不健業であることがしばしばであった。アウロスはギリシアの様々な行事の中で演奏された。例えば、生にを捧げる場面、劇は、愚かレスリングの試合、幅飛び、円盤投げ。 トライリームでの水フの踊り等が挙げられる。プラトンはアウロスをエクスタシーを胸とするカルト、ディオニューソスやコリバンテスと関連づけている。プラトンは共和制ではアウロスを禁止したが、晩年の法律ではこれを再び許した。アウロスを吹くサチュロス神話では、サチュロスの一人マルジュアスがこの楽器を発明したとされている。または、 アテナが作ったものの演奏時に頬が膨れ美貌が台無しになるとして投げ捨てたものを拾った。いずれにせよ、それを用いてマルシュアスはアポローンと音楽合戦を行い、その勝者は敗者に思うがままに何をしても構わないというものだった。マルシュアスは典型的なサチュロスの性として何をしてもというのは性的な事柄に違いないと思った。 リラを引くアポロンはアウロスを吹くマルシュアスを下したが、サチュロスがフローフ氏の神ではないのと対照的に、デルポイの純正な神であるアポロンの心は異なった、働き方をした。彼は、自らの勝利を祝い、敵を機に縛り付けて生きたままその皮を剥ぎ取ったのだ。また、マルシュアスの方がうまかったと判定した、ミダース王の耳をロバの耳に変えてしまった。 マルシュアスの血とムサの涙とが、コアジアのマルシュアス川を作った。この説話は傲慢の罪に対する警告である。ここではマルシュアスが神に対抗して勝てるかもしれないと思ったことを指す。この神話はキーで残忍なものだが、ギリシア文化にあった多くの対立の概念を反映している。ギリシア人はそれをリラとアウロスの間に惹かれた緊張関係として描いたが、自由と隷属。 アマチュアの娯楽と、職業、中用と、過剰、こういったものの間の対立である。19世紀の古典解釈を経た結果もある。すなわち、アポローン対ディオニューソス、またはキタラで表彰される、理性対アウロスで表彰される、狂気という解釈である。デルポイのアポローン神殿には、ディオニューソスの神社もあり、アポローンのマイナデスがアウロスを演奏し、酒を開けている姿がある。 一方、ディオニューソスは来たら、またはリラを持って描かれる場合がある。しかしながら、この対立は主にアテナイにおけるものであったことに注意しなければならない。アウロス演奏の中心地であったテイバイでは、事態は異なっていたことが推察できるかもしれない。スパルタでは、ディオニューソスやキュベレーを信仰するカルトは存在しなかった。そこでは、対照的にアウロスは、実際に、 アポロンと関連づけられ、戦に望む王と共にあったのである。大阪音楽大学の浅岡清は次のように、説いている。ありがとうございます。